はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回はソードフィッシュ、ボヤージュアロフトを使っていきたいと思います。銃の感じはこんな感じです。こう、白い感じのソードフィッシュか。あ、よく見たらクレーターとかになってるんだね。月の表面みたいな。へえ、かっこいいストックだな。カスタムの方はこちら。命中率をちょっと下げて、機動性、射程距離、操作性を上げるっていうようなカスタムになっています。あ、弾薬高速リロードなんだね。ハルバードマガジンとかじゃないんだ。まあ、バレルのレンジャーとかストックのスケルトンストックは自分のカスタムでもよく使うけど、ラバーグリップテープはあんまり使わなかったような気がするな。まあでも命中率以外が上がってるんでね、おそらくはまあそこまで撃ちにくいってことはないと思うんだけどな。まあソードフィッシュのね、ボヤージュアロフトのカスタムがこれなんで、このカスタムでね、ちょっと遊んでいきたいと思います。ではまあ行ってみましょう。今回はチームメイトのピロと一緒に戦っていきます。レッツラゴー。はい、場所はクロスファイヤー、行ってみようぜ。ということで今回はソードフィッシュなんで、遠いとこからでも狙えると思うんだけどな。どうだろう、もう全然使ってないもんなこの銃。倒して倒して、さあこの辺でスナイパーはいないかい。あれ、今回敵さんスナイパーいないのかな。ん、あ、左からやられちゃった。あ、 M16 だ。あれも3発で結構遠くから撃てるからね。どうせその辺いるだろう。あ、建物の中いたね。あー、壁邪魔だな。あらららら、ウォールアシストついたんじゃない、ロングショットとか。それともただ単にダメージが低いだけかい。お、なんだ、うわ、しゃがんでたやれちゃった AK11 だな。あんな感じなんだね、まだ。いやー、結構な威力だな、AK も。こっからじゃあ斜めすぎて当たんないか。ここで当たるんじゃない？どう？どうせここいるだろ。はい、倒して、ウォールアシストついたよ。この近くでウォールアシストっていうのもどうなんだろうって感じだけど。あ、リロード早いね。やっぱ高速リロードいいな。あ、ドラゴンブレス使ってるやつがいるな。まったくもう、また JAK でその弾か。今もう JAK 見たら大概これつけてる人多いもんね。まったくもう迷惑な話だな迷惑な弾だよあれ。燃えちゃうからね、本当に。はい、リロード。本当このマガジンいいかもしらんな。ハルバードマガジンよりいいかも。ハルバードも結構いいんだけどね、5発出たんじゃなかったかな確か。今自分のカスタムしてあるソードフィッシュは確かハルバードつけてたけど、まあ弾数のことを考えるんだったら別にね、こっちでも今ならいけそうな気がするな。変えるのも早いしね。あ、下にいるのかな。あ、いたね。はい、倒してヘッドショット。さあ向こうに出てくるね。ドア変わった瞬間撃って、倒してロングショット。んでもってハンターキラードーン発射。当たっから。あ、当たったね。ナイス。ナイスハンターキラー。ん？なんか足音してるな。あ、こっち入ってきてない？ラジコン出した方がいいんじゃないかな。ラジコン出そうか。でもって一旦ここを倒して。あれ？ラジコンどこ行った？あ、そっち行った？え？ん？戻ってきてるな。ちょっと待って、逆から来てるな、さては。あ、やっぱり。お、ナイスラジコン。いや、今のはいい連携だった、ラジコンと。はい、リロード。あ、まだ来てた。うわ、しまった。あー、やられちゃったよ。もうまた AK の人に撃たれちゃって。さあ、まあ気を取り直して、もう一度行ってみましょう。こっちからどうかな、いるかな。やっぱスナイパーとかいないみたいだな。どうなんだろう。ちょっとウォーマシーンに切り替えてみる。いや、うまく使えるかな。ほんとウォーマシーンあんまり使わなかったんでね、今まで全然使えないんですよ。あ、ま、なになになにしまった、ウォーマシン使わりやられちゃったよ。もうドラゴンブレスだめあれもう壁に打ったら弾跳ね返って自分も燃えてほしいよね。実際のドラゴンブレスだ、そんな感じだよ。さあ左の方に行って、おー、いた。あれ、あかね。オッケー、倒して、はい、リロード。セントリーガンを置いて上に上がりましょう。弾もらい。さあ、ここから、こっちに出てくる人いるかな、まず。いないか、あんまり。やっぱり建物の中から出てくる人も多いかな、ここね。
さあここに行って、あ、誰かやられてる。OK、倒して、この近さなら3発当たっても倒せるな。ちょっと離れるとやっぱり2回撃たないと倒せない時とかあるね。うまく撃たないとね、壁抜きできないから。 OKOK、 ナイス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 、 OK、 ダブルキル。さあラジコンで止めて、 OK、 倒して、うわ危ない、なんかこっち狙ってたよ、危なかった。ハンターキラードローン壁からキュッ、 OK、 倒した。はい、リロード。あ、ラジコン来てる、ラジコン来た、あ、しまった。いや、ラジコンでドラゴンブレスとかないな。いや、オピロどっから撃ってんだ、お前当てれんのか、そっからすごいな、お前何持ってんだろう、ピロ。あ、 LAG53 かな、ドラゴンブレスの人だろこれ。オッケー、倒した。違うか、え、JK の人でしょ。あ、やっぱり倒して、本当だったらね、JK 取ってね、自分たちがどんな球でやってるかね、思い知らせるとこなんだけど。今回はあくまでソードフィッシュのご紹介だからね、それはできない。はい、ラジコンで誰か捕まえてくれるかな。頑張れラジコン、いけラジコン。ああ、先にやっつけちゃった。ハンターキラードローン発射。うわ、やられちゃったよ、ドラゴンブレスの人にまた撃たれちゃったよ。あ、負けてるぞ、一人。やばいな。頑張れ、みんな。お、ウォーマシンがまた復活した。よし、使えるかな、うまく。うまく使えたら拍手5回。オッケー、まず一人。ちょっと一発外しちゃったね、今。で、持って。はい、二人。どうしても一発目外すな。オッケー、倒して、キングスレイヤーで勝利。10対46、ジジイ。MVP いただきました。ありがとうございます。あー、ピロいいね、ありがとう。いや、ソードフィッシュはね、もう火打ち丸の天敵ってね、自分ではもう言ってるんだけども、その天敵使ったらなかなかやっぱ使いやすいね。よく使ってる人がいるのもわかる。はい、レートは84。ピロのレートが65でした。あら、ピロ調子悪かったね。あ、やっぱ LAG か。なんか、最近持ち始めたって言ってたから、あんまりまだ慣れてないのかな、LAG にね。まあ仕方ないね。はい、相手さん方、あ、一人抜けてる。まあ相手さん方にいいねを入れて、戦績の方を見ていきましょう。24キル6です、1アシスト。ピロが10キル8です、4アシストでした。いや、まあ2位の人も結構たくさん倒してくれてたんでね、なんとかチームで勝てましたよ。よかった。はい、今回もチームメイトのピロとね、一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。ソードフィッシュボヤージュアロフト、いや、これなかなかいいな。カスタムが良かったのかどうかわかんないけども、とりあえず高速リロードの弾は良かった。うん、これちょっと自分のカスタムにも採用してみようかな。いや、ハルバードマガジンしか入れて使ってなかったしね。これはいいな。やっぱ切り替えるの早いと楽だからね。リロードの時にもたついてるとそこでやられちゃうんでね。ガンホーとかをつけて走り回って撃つとかもいいかもしれないけど、腰ダメがどのぐらい当たるか、ちょっとソードフィッシュやったことないかわかんないな。やっぱり元からこうスコープがついてるからね、遠くから結構撃って倒すみたいな感じの銃っていう認識が頭の中であるんで、あんまり腰ダメで使うってことはなかったな。まあこの銃に関してはね、チャレンジ金庫のドクロのコイントークの30枚で交換できるやつだったかな。もう皆さんさすがにね、ゲットしてらっしゃると思うんで、まあ無課金のやつだしね、もうもらえてると思うんですけども、まあもらってらっしゃらない方とかがね、いらっしゃったらね、うん、このソードフィッシュのボヤージアロフトのカスタムをそのまま自分のソードフィッシュノーマルなやつに持っていけば、まあ柄こそは違えど性能は全く一緒なんでね、うん、それを使って楽しんでみてください。ではまた次回を待て。